握って仕事しててこの年になって完璧だとは思っていないからね。親さんまだ悔いがあるったらおかしいよ。で、せがれがかわいそうだから早く譲ってあげてって。ずっとまあ親さんがやっていければそれでいいんですけれども、そうはいかないですから、いつかは交代しなきゃいけないですから。そこまで頂上まで行けば完璧かもわかんないけど、じゃあこの頂上はどこかっていうとわかんないわけですよ。抜いてやっと並んだ。そのぐらいあのやっぱり親父の影響っていうのはその。歌が夢だったっていうのがありますよ。これやったらいいんだなって夢でしょあれ。やるってことは非常にいいことじゃないかなと思います。父はもうジローさんの亡霊がもうそこら中にあるから。好きにならなきゃダメですよ。それ自分の仕事に惚れなきゃダメなんですよ。